皆さんこんにちは、デミーロです。アネルです。はい、今日は何か届いたんです。何なの？わかりません。わかんないの？オンラインでも何もなってなかったので早速開けていきたいと思います。メールも来てないの？来てない。じゃあわからないね。はい、何なんだろう。何もなってないしさ、受注はいっぱいしてるしさ。いきます、はい、おー、やべえの来たじゃん。あ、えこれってまだじゃなかったっけ？知らないよ、わからん。とりあえず一個ずつ見てこう。はい、はい、ということで、はい、1年越しに手に入れました。何これ？こちら高専コンビセットでございます。あのジャンフェスの時に外れて、うん、やっと届きました。1年越しです。そういえばあったねぐらいの勢いになっちゃってるよ。いや、そんなことない。こちら2860円ですね、はい、大容量パックですよ。もう手にしてる方も多いんじゃないかなとは思うんですけど、うん、ちょっとさらっと見てきましょう、はい、これだってもうみんな見てるわけでしょ、うん、こっちら初見だからね。そうね、幸せボックス、はい、まずは、はい、トートバッグが入ってました、はい、こういう感じです。めっちゃなんかめっちゃ硬っ。これ硬いの？硬い。このサイズ使いやすいんだよね。あ、サイズはね。そうそう、缶バッジ、高専時代ですよ。いいね、いいね。続いてこれはステッカーかな、はい、払ったれ本舗のステッカーが入ってます、うん、みんな大好きこれも。そうね。続いてポストカード3枚入ってるよ。これ1枚目、はい、はあ、2枚目。待って、裏は？裏も可愛い、うん、やばくない？最後は？待って、これの裏は？はあ、マジか。え、これなんか飾っても可愛いじゃん。可愛いっていうかいいじゃん、これめちゃめちゃ、うんうん、何このセット。そして、はい、クリアファイル、まずは五条先生ね、うん、おお、こんなの、なんだこの幸せなセット。そして、はい、ゲートー様、大好きな推しですね。本当にかっこよ。裏これね、うん、あー、映画のあれ思い出す。まずはこれでした、はい、こんな大容量セット、幸せセットが届きました。続いて、はい、再入荷しておりました、うん、アートコースター、はい、第2弾、はい、こちらが、5枚入りで660円ですね、はい、これねボックスでまた欲しかったんだよね。必ずあの推しが手に入るから、だけどバラ売りしかしてなかったのでとりあえず午後購入してきました。じゃあ推しが出るとは限らない。はい、直也くん、鹿島様、あとは東司くんが欲しいです、はい、見ていきましょう、はい、ちなみにねこれ全種類見たい方は、うん、以前の動画であの開封してるのでぜひそちらもご覧ください。いということで1個目いきましょう、はい、ほい、あ、つくもゆきさん、待って、今渦中の話題の人、話題の方です。続いて、ほい、あ、レミ、何これ、女子ボックス、あれわかんないよ。続いて、うん、ほい、あ、ゆうた、いらっしゃいます、ゆうたさん、これ飾るよ、待って、とうど、ん、青い、とうど青い、これってなんか入ってんの一緒なのかな、前回と、なんかいい、うん、パック、まあわかんないけど、わかんない。そして最後の1枚いきます、はい、ほい、はい、モモリン、いや、モモリンは必ず来るからね。そうね、そうそう、いきます、はい、ほい、パンダ、俺パンダ可愛すぎる、うん、続いて、ほい、ああ来た来た、よかったよかった、なおやくん、見下されてんの腹立つ見下ろされてんの腹立つ、とりあえず追加購入してよかった、見下ろされてんの腹立ついいじゃん、直也くん。続いて、ほい、あ、しょうこさん、続いて、ほい、わー、野原ちゃん、野原ちゃん何してますか。いや、野原ちゃんはね死にたてほやほやらしいんですけど生きてるって信じます。はい、そして最後の一個、ほい、あ、何これ、これにこれが入ってるの、これにこれが入ってるの、もしかして前もこれにこれが入ってたのかな、よくわかんない、やばい、よかった、推しパックだね、推しパックでした、とりあえずよかった、よし、終わり、終わりではないんだけど、うん、あとはあの鹿島様も1枚ぐらい欲しいんだよね。よかった、これで飾れるじゃん、このパック被ってもいいよ。そうね、続いていきます、ほい、
待って、めぐみがいきなり出てきたんですけど、続いて、はい、ほい、あーかっこいいな、スクナ様いやスクナ様ね、スクナ様もいいよ、めぐみの後に出てくるっていうね。続いて、はい、ほい、あーまいさん、まいさんでした、お綺麗です、まいさん、はい、あれまきさんいないよまだ。続いて、ほい、あれ、あれももりん、ももりんかぶってるよ、かぶってるってことはこう本当にバラバラに入ってるんだね。だね、うん、かぶるんだ。続いて、はい、矢賀学長かぶるんだね、かぶりあるんだね、なんか同じなのかと思ってた勝手にセットは。ってことはこれ奇跡の奇跡パック手に入れた、うん、続いて4個目、うん、いきます、ほい、犬垣くん、トゲくんね、うん、本当に。続いて、ほい、あ、ウラメ、うん、女子ですか男子ですか、多分男子、本当になんとなく。続いて、うん、ほい、高場さん、これから多分ね、うん、活躍するよ、大活躍、うん、続いて、はい、ほい、甘井くん、なんとも言えない、うん、なんとも言えない、甘井くんまた出てくるのかな、ほい、カモさん、カモさんね、カモさんさ、うん、あのもう一回ちょっとチャンスください、パワーアップイベントないかな、お願いします本当に、カモくんね、ということでもう最後になってしまいました。あら、あっという間。あっという間だよ。ではでは。うん、幻の再入荷だからこれだって。そうね。うん。変えただけでもよしとしよう。本当に。しかももうでも来てる来てる。あ、そうね。そうそう。いきます。はい。ほい。あれ？あれカモくんだよ。カモくんかぶりじゃん。からの？カモかぶりからの？ほい。あれ？あれ？マイさん。マイさん。こんなかぶるの？うん、続いて。ほい。みわちゃん、さあ、あと2枚いくよ、よ、ほい、きんちゃん、あ、待って、かしも様が来てないんですけど、あ、確かに、かしも様、きんちゃんもさ、めっちゃ好きなんだけど、あれ、先生もいなくない、いないいないいない、そこはちょっとさや狙ってないんだけど、あ、今回、そうね、そう、え、なに、誰、もう一人わかんない、いきます、最後の1個、ほいやった今一番欲しかったやつかもしれないつくもゆきで始まり天元様で終わるという、うん、あのとてもいい流れでしたね、なんかあれかな、うん、何予告そうかもしれない、ジャンプの予告かもしれないです、これがあるからよしとしよう、そうだね、うん、ということで今回、はい、コンビセットと、うん、追加購入したアートコースター開封してきました、うん、はい、直也くんと、でも直也くんと東司くん来たからこれは結構当たりかもしれない、そう、あとさ、ほら、ゆうたくんもいるから、そうだね、うん、最近ジャンショが、うん、なんかもう呪術廻戦のことをほっと行きすぎているので、うん、あのジャンフェスまでちょっとお金を貯めておきたいと思います、そうね、うん、ジャンフェスがね呪術廻戦グッズを発売してくれるって今年も信じているので、うん、はい、その前に当てないといけないでしょ、当たるの、あ、そう、うん、当たる、大丈夫、はいはい、という感じで、あとジャンショーのグッズあったらこちらで開封していこうと思うので、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします、バイバーイ